スイフートは、オランダアルクマール出身のサッカー選手。RSC アンデルレヒト所属。ポジションは DF。ウェスレーホード、ウェスリーフュートと表記される場合もある。地元、AG アルクマールのユースで育成され、2013年12月12日の UEFA ヨーロッパリーグポック戦でプロデビュー。AG でレギュラーを確保した2014から15。 シーズン中の2015年1月21日に、シーズン終了後に自由遺跡で SS ラツオへ加入することが決定。2015年9月22日のウディネーゼ戦でセリエ A デビューを果たした。2017年8月22日、サウサンプトン FC と5年契約を締結した。当時サウサンプトンは、ビルヒルファン大工筆頭に、吉田真也 ジャック・スティーブンすらセンターバック陣が豊富だったが、監督のマウリシオ・ペジェグリーの、続くマーク・ヒューズに信頼され、出場機会を得た。ただし、ヒューズの再配には、多少疑問を抱いていたようで、年明けのマンチェスター・シティ FC 戦でのヒューズの指揮を、後に批判している。2018から19シーズンは13試合連続で、スタメンを掴むなど好調を維持していたが、12月に、 ラルフ・ハーゼン・ヒュットルが監督に就任した直後、それまでのプレーでのミスの多さなどから礼遇され、自身がベンチに追いやった吉田やスティーブンスが代わりに徴用されるようになる。2019年1月22日、セルタデビューの2シーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。契約には買い取りオプションが含まれている。2019年9月2日、 ロイヤル・アントワープ FC に期限付き移籍した。2020年10月5日、SS ラツヨに期限付き移籍で復帰することが発表された。2021年6月17日、RSC ・アンデル・レヒトと2025年までの契約を結んだことが発表された。世代別オランダ代表に選出され、2017年3月25日に行われた 2018W 杯。 欧州予選のブルガリア戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。